横浜港未来21港未来センタービル。港未来センタービルは横浜市西区の港未来地区にある超高層オフィスビル。ビルの運営は ODK 特定目的会社プロパティマネジメントは RA アセットマネジメントが行っていたが2017年3月には香港の大手不動産投資ファンドガウキャピタルパートナーズが当ビルを800億円で取得している。 横浜美術館の北東、クイーンズタワー B の向かい側に立地し、港未来線の港未来駅とも直結している。2010年5月31日に竣工、翌日の6月1日に開業した。免震構造と精神構造を併用したほか、エントランス前に800坪のリビングガーデンによるヒートアイランド防止、中央の吹き抜けを活用した太陽、 光自動追尾システムにより、照明電力の削減を図っており、横浜市建築物環境配慮制度、キャスビー横浜では最高ランクの S 評価となっている。なお、港未来地区の33階区には、東ビルの他に MM パークビルと港未来ビジネススクエアがある。以下は、主なオフィステナントである。以下のショップ、飲食店などが入った商業エリアの総称は、マムクルーズである。 施設、店舗等の詳細は公式サイトを参照。2010年4月、新横浜で開催された企業誘致トップセミナーにおいて、横浜市長、林文子のトップセールスにより、大和事業所の移転が決定した。横浜市のマセラティ横浜とともに、福井県の青井ホールディングス参加のブルートライデントが運営していたが、2018年2月で、 両方とも撤退した。その後、埼玉県川口市のセントラル自動車技研参加のセブンアベニューが引き継いでいたが、2021年6月末にて両方とも撤退した。ありがとうございます。